びっくりした。お疲れ様です。ありがとうございます。受験お疲れ様でした。やった。それではじゃあ一言お願いします。本当に待っていてくださってありがとうございました。待ってたよ。ありがとうございます。待ってたよ。お疲れ様。はい、ざーす。お砂糖です。食べられます。可愛い、そう。チョコじゃないのか。チョコは出ない。チョコは誕生日おめでとうしかなかったらなくて。いちごはみんな平等に。いちごなんかあれ小さい。7個。なおとくみさんに個人的に。いいんですか。誕生日だし。いいんですか。これ誰か取んないと誰も取らないから私が取ります。素で。じゃあ適当にほじろ。うん、それでいい。ほじります。はい、皆さん。そういう感じなんだ。それ嫌い、その人。その人嫌い。ダイナマイト。おいしい。おいしい。おいしい。うん。おいしい。ほんまにありがとう。ほんまにありがとう。最近もう何でもかんでも、それで。家帰ってきて。帰ってんですか？ビールついで、置いて。ほんまにありがとう。やばい、めっちゃ好きだ。ということじじいなんだよ。せめてババアって言ってやれよ。うまい？あ、うん。食べます？なんか食べます。なんか学校の水道にくっついてる石鹸食べてる。なるほどね。例えがわからない。わかる。わからなくもなくて面白い。あ、美味しくないね、これ。何食ってんの？学校の水道にこう網でぶら下がってる石鹸を食べてる感じ。それ割れないよ。え、嘘？スプーンじゃん。手でパキッて。あ、ジが死んだ。いや、本当だ。石鹸だ。やめなちゃう、食べなくちゃ。超うまいから食べてみ。何それ。おいしいんだけどあげるって何。おいしいんだよ。正直な感想言ってください。正直な感想言ってください。これ何ですか。砂糖だね。砂糖の塊。ああ。どういう味？なんかチョコだと思って食ったから。何これってなって。例えるなら。なんだろうこれ。え、これ当たったらすごくない？当たったら100円。なんか食べ物じゃないもんね、うん、石。ああ。まあシンプルに美味しいか美味しくないか言ったら、まあなるほど味。どういうこと？これあれな、よく使うのこれ。なるほど味。そう、なんかお店にバレないようにいまいちな味を表現するときに、いやまずいものはちゃんとまずいって言うけど、美味しいけど二度と食べたくないものはなるほど味っていう。うまい時はヤバ味っていうかね。そうそう。美味しい。これはヤバい。どうすか侍さん。これはヤバい。美味しいですか。ヤバい。侍の口に合いますか。ヤバい。ヤバいしか言うてない。あ、ヤバ。美味しすぎる。ヤバい。ヤバたなーつって。ヤバ味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 。いやなんか美味しいけど二度と食べたくないものあるでしょ多分みんな。あるよ。本当に。あら。妖怪やってな。一本以上立ってんだよね。複数本立ってるもん。それ伸ばしてどうすんの？知らへん。間違いない。ちょっと下から撮るのやめてもらって。うん、やめてもらっていいですか？いや自分で撮ってもらって。俺ずっと。下行けばいい。ちょっとね、首テンション高いね。何をしてるかな。撮影時さ、もう俺と喋ってる時のテンションと全然違うよね。そうだね。考えてみたらずっと女子くるみさんだけだった。そうだね。そう、頑張ったよ。ダンス。だって全スタッフの中で私だけみたいな。確かに。そうです。もうやば。ね、やべ。テンション高い。テンションだけやな。女子乗りが増えたのちょっとうぜえな。
まあ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 、はい、慣れてるからいいよ。なんかこうやってやって納得したのよくわかんないけどいや本当にこれなんだ会ってない間に18歳になりました。あと2年じゃん。えこの間あの選挙のハガキがうちに届いて、あ、うん、選挙キャンじゃんと思って超テンション上がって結局行けなかったんだよね。行ってないんかい。いやまあでも長瀬になったらお酒はね全然飲むと思うけど今二十歳になったらどのぐらいまで行けたら楽しいだろうね。そうだね。晴れてなおも居酒屋デビューってやつ。いやなおの居酒屋デビューやばそうだ。なお強いのかな。親は家で飲まないの。よく飲んでる、ま、毎日飲んでるけど、うん、あ酔ってるところ見たことないから絶対強いじゃダメだよ、うん、俺両親強いけど強いって言ってためちゃめちゃ弱いから俺案外そういうこともある。え、親いつも毎日飲んでる？毎日飲んでる。あなた毎日飲んでる？毎日は飲まない。なりじゃない？そうかな、うん、え、でもや、もうだってむしろ年々弱くなってる、飲むたびに。女性人は強い。あ変わろっか、それ女性人はね、あ変わろうか。あ主役がカメラ持つなよ。はいはいはい、ね、荒ぶってると思う、カメラグイングイン。はい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 、もうね、なおにね、カメラ持つのでもうね、ちゃんとした静止画映んねえから持ってるだけだから持ってるだけって楽しいじゃん、うんたましのグリ楽しそうだったね。勝ちの人とじゃんけんし始めるからねそれなんて言ってみたスーパーマリオゲームとかじゃん。それは知ってます。ジタ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 せーのっつったら俺からスーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオ、コインって感じで回していくる。いやー、苦手、それ苦手。それあれじゃコイン増えていく。そうそうそう、2周目以降コインが増えていく。で、このぐらいでいく？このぐらいでいこう。しまーす。うわーじゃ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 せーの。スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオ、コイン、スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオ、コイン、コイン、スーパーマリオ、スーパーあーへい予選でよかったね。じゃあこれで決勝行くか。これで決勝行くか。じゃあちょっと今これで決勝行くかって予選は何だったんですか。誰が行く？空が行く？空か俺以外で行く。ケンタロウから行っちゃうと同じになっちゃうから。クルミだ。クルミさん。私行きます。ハンク？時計？右拳前に。右拳前。右拳前。テンポ？テンポ？どういう？テンポ今ぐらい。いいね、それ。わっ、ワン、ツー、マリオ、スーパーマリオ、コイン。なんで、ちょっとどうする、もうワンチャレンジしたい。もうワンチャレンジ、それは悔しい。もう一周ぐらいはしたいな、せめてな。許してあげよう。頑張ろうぜ。もうちょっとゆっくりにして。そうだ、そんなにいいじゃん。一周から。うん。シー。コイン増やさないと。じゃあ次本当にほんまにしようか。このテンポがいい。うん、これがいい。やっと。みんな集中して。集中。じゃあなおさんか。やばい。スーパーマリオ。スーパーマリオ。スーパーマリオ。コイン。スーパーマリオ。スーパーマリオ。スーパーマリオ。コイン。コイン。スーパーマリオ。スーパーマリオ。スーパーマリオ。コイン。コイン。じゃあ俺が行きます。どうぞ。お疲れ様でした。ありがとう。ありがとう。え、見てるの？見たい。結構くだらないものです。これは何？おお。何それ？
スミスキー。あ、スミスキーだって。へぇ、スミスキーというものをなおに。え、これは嬉しい。自分じゃ買わないから嬉しい。ほんと、うん、アイマスクですね。いいね、アイマスク。温めてもよし、冷やしてもよし。ありがとう、ありがとうございます。いい、うつれ、お前カメラに。お、何？何これ？かわいい。何これ？とあとこれも充電。え、すごい。これをソラがプレゼントしました。あ、つけられる、これ。ちょっと出して。これなんか振動で。ね、うん、あ、モードが切り替わる。ちょっと待って、あれ、あ、おい、あれ、ん、あ、あー、ついたりするんだ。これは常時ついてるタイプか。え、すごい。これが、あ、うっすらついてきた。わーってやる。本読むのにめっちゃいい。確かに、いい感じがしかいいかも。おー、あー、いや、いじめないで、いじめないで、いじめないで。めちゃくちゃ怖い。はい、ネクスト。ありがとう。ありがとう。俺が一番でけえぞ。やったー。はい。お？近いとか大変だな。これね、これさ、渡すの違うやつだろみたいな。そんなうまくねえし。確かに。食パンクッションで。何これ？ここに置くね。はい、はい、こんなのベッドとか、まあ。そう、めっちゃ嬉しいんだけど、なんかこういう気持ちいいクッション。そう、これぐらいしか分かんなかった。欲しかった。いいよ。いいよ。いや、いいチョイスだ。オッケー。ネクスト。ネクスト。はい、唯一の女子として真面目に、真面目に持ってきました。ででーす。あ、それはしっかりしてるわ。折れちゃった、ごめんね。ブランド。フォルムで分かりますね。うわー、大人の人がいるぜ。キュンですね。確かにこれは、おお、いいですね。わー、やったー。これは何、リップ？シャドウ、アイシャドウ。アイシャドウ、アイシャドウですね。おー、キュンです。キュンです。キュンです。嬉しい。激しいキュンだ。これはで、つけるときにこれ、なんていうの、リキッドアイシャドウだから、すぐ乾いちゃうと、乾いちゃうとちょっと固まっちゃうので、すぐにこう伸ばしていただいて、伸ばしていただいて使ってもらう感じで。ありがとうございます。ということで、どうぞ。以上4名のお疲れ様でした。お疲れ様でした。なおのお疲れ様会でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。もう大学生だから甘やかさないから甘やかさないから甘やかさないから